ございます。今日は12月8日、多分今年最後のキャンプだと思いますが、キャンプに行きます。朝から岩谷のガスが車の中で漏れてて超臭かったんですけど最初どっか分かったんですか？よく分かんないって見つけらんない、まさかこうなってシューってなってると思う。そう、蓋ないとダメってこと。ガス缶を持ち歩くときはキャップをつけましょうってこと。そう、なんか臭かった。そう、臭かった。もうすぐ着きますので、今日は朝霧にジャンボリーキャンプ場で寒さ対策したテントをゆっくり張ってお昼を食べて昼寝して、夜食べると食べるしかない。食べるばっかりだよ。ということで、最後のキャンプ楽しもうと思います。はい。 Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves.負けるだろ。はい、はい。予約はされてますか？はい。モンベル会員だよ。モンベル会員でも何も変わらない。ですね、インターネットの方からご予約いただいてますので、すでに割引がされているので、はい、本来こちらなんですね。はい、そうなんだ。はい、モンベルをあのご掲示いただきますと、ネット割と同じ料金とさせてもらって、はい、拷問パワー不足バリキャップお願いしますこれ台本なの？ヒノキって書いてある。ヒノキじゃあ持つんじゃない？結構重いです。休憩するのそこまで行けよもうちょいなんだ、そこまで行けよアイサイト。本当じゃないんですけど。こうでいいでしょ。ここ平らでしょ。そうなん。ちょっと富士山が見えなくて、富士山がどこにあるのかわかんない。多分こっちということなんで、いいのかしら。ちょうど車と平行ぐらい。じゃあここってことで、もう広すぎて。どっからでも見れそうだよ。見えると思う。なんか思ったより寒い、ということでテントを張りたいと思います。10時半設営開始します。叩かないでよ。今日もスノーピークですね。ね、アウターはスノーピークそう、張り切って張り切って張りましょう。そうね、頑張ろう。今ちょっと雲が切れて、ね、富士山が上だけエベレスト登ってる気分にだけなれる気分だけね。よし、寒いんでテントの中にテント張ります。テントギアトップ、
ジーアトップ、 トップ北海道に行ったテントの中に入ります。外から見つかって中にテントインテントですね。11時40分です。1時間10分で張り終わりました。いやー、タープにボールとくっつけて中にジアトップテントインテント、こんな感じでちょうどぴったり真ん中に来ると私はまっすぐ立つことができます。高さ100、天井どのくらいかな、155くらいかな、ちょっと隙間あるからね。これであったかいといいんだけど、あの私は室内担当なので、ここまで来ると風の音しないな、ね、頑張って室内をセッティング。これさ、膨らますやつ欲しいんだよね。ここからいつも空気入れて膨らますんですけど、結構何年大変なの、やろ。ちょっと一段落しまして、今12時45分9度。9度なの？うん、意外に寒い。そう、今玉ねぎ、富士宮市と朝霧を同じ天気予報でやっちゃいけねえんじゃない、富士宮市、朝霧高原の方が寒いとこじゃない。目が久々に目がシパシパする、しゃべシャビシャビっていう新しいの出る。いい具合ですな。みじん切りぐらいはできますよ。風が冷たくて寒い。去年より、去年の最後のキャンプより2週遅いから。去年11月25だった。頭が凍ったふもとすぐ近くだよ、ここ。本当だよ。大丈夫かな。今年は2回にふもとっぱら行ったからな。そうなの。ふもとっぱらはふもとっぱらでもちろんいいんですが、違うところもいいよね。ここあれだよね、こうあの広くっていうより低いこう木がいっぱいこう区切られてるみたいな。わかるかなそれ。わからないと思う。あ、多分ゴルフ場のコースだったんだよね。ところの一部をキャンプ場にしてる感じです。レタスをちぎってます。レタスをちぎってます。で、玉ねぎを炒めて、さて何になるでしょう。続きまして、ウインナー、ウインナーを前回の早川町オートキャンプ場での買いすぎた結果のウインナー、本日のキャンプに回ってきました。藤野さん、岡田さん、ごちそうさまです。そう2週間冷蔵庫で眠らせて、持ち越しの賞味期限が全然平気なんで、そうと、ちっちゃいニューギア、ちっちゃいニューギア、フライパントングもだよ。これトングも母乳をちょっと母乳会社帰りのホームセンターで、そうこうって見つけたんだよね。OK できました。みんな OK です、うん、今日はホットドッグ。
じゃーん。じゃーんと久々のコロナビール。ホットドッグさ、ちゃんとさ、レタス入れた。レタス入れてる。この間なんか物足りないなと思って。そう。レタスがねえじゃん。スープとサラダで。スープとサラダで。今からお昼。お昼です。まだ1時半だね。1時半ですね。はい。はい。はい。よし。じゃあ乾杯。乾杯。ああ、富士山が微妙にしか見えない。微妙にも見えないよ。微妙にも見えない。これはブラックペッパー。ウィンナーが2種類あるかね。うん、うん、うまい。あったかい。うん、パンを焼いた。これを焼いたわけじゃないけどね。温めたから、うん、温めた。会話あった。おいしい。おいしいです。よかった。お腹減っちゃったもんね。うん、食べてください。食べよう。ああ、久々なゆっくりキャンプだな。うん。今年はね。あんまりしてないもん。うん。今年は。グループキャンプが多かったからね。ゴールデンウィーク、うん、いや今年は何泊したのかなと思って。私あんまりしてない。ゴールデンウィークと、じゃあ茂木とゴールデンウィークと5泊キャンプしてるから。でもさ、こんだけやってるように見えても十何泊なんだよ。15泊ぐらい。15泊ぐらいね。まだまだだってことだ。他のキャンパーさんに比べたら。そうなんね。まだ。これ何？同じ。あれ。さっき何だった？さっきブラックペッパー。これブラックペッパー。これが、バジルチーズ。でも何気に、ふもとっぱらよりもは、俺こっちの方がいいような気もしないでもない。まあわかんない。今日は空いてっからかもしれない。でも予約なんでしょ、ここ。予約だよ。だからほら、こんなことはないんじゃない。わかんないけど。でもさ、こんなにガラガラな状態で予約いっぱいですよ。ないと思うよ。どんだけ稼ぎたくないんですかって。そうだ。もうちょっと入れるよね。そう、もうちょっと入れる。でもほら、サイトがいろいろあったからさ、うん、ここ何だった？ここ アイサイトです。あ、そう言った。さっきホンダアイサイトとかわけわかんないこと言ったけど、スバルじゃねえからアイサイトって。レボームじゃねえかよ。間違えちゃダメな。ちょっと間違ってる。ジムにしか乗ってないのがバレてしまう。ただいま飲みに来ました。これいくらこうカチッて締めてもさ、漏れるんじゃない？そうなの？そういうこと。これですね。干物用。近すぎてよく映る。よくあの皆さん使ってる食器乾かすやつなんですけど、いろいろ探しててなんかちょうどいいのなかったんだよね。これなんか紐のようなんですけど、ここをちゃんと網でしっかりしてて、割とコンパクトで。480円だっけ。500円。いや違うよ、800円くらいしたの実は。これを今日から使ってみたいと思います。ちょっと洗い物も終わったので、お腹が空くようにあの散歩、ちょっと散歩。結構広いんだよ、あそこにさ、ほら地図があるから、ちょっと見てみて。あ、そう、ちゃんぽり。真夏のちゃんぽり。
それだけ。レゲエもねえし砂浜もねえかな。今あそこ。そこでしょ。こっち行ってみるか。M 行って、回ってくるか。はい。いろんな場所がありますから。そう、結構なんだろう。奥の方まで。そうだよね。たくさんサイトがあるみたいで。ジャンボリー。アイサイトキャンプ、オーサイトキャンプっていうタイトルになるかもしれない。ちょっと楽しいね、これね。やっぱ広いよ、ここ。いいね。ここが一番奥側にある旧サイトみたいなんですけど、一組だけいらっしゃいますけど、すごいなんか穴場って感じ。なんとなく富士山のポツンと見えて。登山じゃない散歩です。ちょっと奥まで行ってみたら戻りが上りだった。ここは埼玉ふもとっぱらって感じの。あー、いいですな。そうだ、本当フルに一周したんだ。ああ。9まで行ったんだもん。そう。始めました。巻き割りが始まりました。今幼稚で6度だよ。6度じゃ焚き火した方がいい。なんか見てると簡単そうなのにね。できやしねえ。難しいんだなこれが。パワー不足だ、パワー不足。なんでかな。パワー不足だとは思ってないんだけどね。パワー不足だとは思ってない。うん、パワーを足りてるはずだ。着火の時間です。着火の時間。ああ、今朝の匂いがする。今朝のジムニーの中の匂いがする。ガス臭い。その洗濯のやつ大丈夫かな。こっちにする。インチキちゃんか。富士山ちょっと見えたり隠れたりだね。やっぱ見えた方がいいよな。今日見えた方がいいと思う。まあそうだよね。あっち側はさ、ほら裾野の方まで長く見えるところもあった。今日はここで、うん、また違うサイトで。足口まで行っていいから一回移動してもいいよ。これ全部打ち直すんだよ。勘弁してください。無理だよ。でも今風ない。風ない、ね、静かだ。あったけー。どれだけそんな近づいちゃって。よいしょ。ちょっと近づいてみますか。近づいちゃうから。よこしょ。あったかい。と言われ焚き火を着火し、近くに寄ったら熱いと。どっちさ、今ちょうどいい場所を探してるの。あ、そう、探検隊ですか。長さんですか、長さん。前回の流れからいくと長さんですか。
富士山がすごい絵のように、おお、いいね。やっぱこれを見ながら焚き火に当たってビール飲むっていうのは最高な感じかもしれない。今年も頑張りましたって感じ。2018年、思い出話は肉食いながらにしよう。Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.